この子、あなた方のお仲間ですか？いいや、違うな。どうも失礼。ねえ、君たち、この子はあんたたちの仲間かい？いや、でもよく似た連中があの岬の向こうにいるよ。よし、行ってみよう。あら、ねえ、あんたたち、この子のことを知ってるかい？いいえ、見たことないわ。どうしたの、その子？迷子なんだ。それじゃ、別を探そう。ちょっと待って。その子、お腹は空いてるんじゃないの？さあ、坊や、こっちへいらっしゃい。おばさんがおっぱいあげるわ。どうするね、おちびちゃん。怖がらなくてもいいのよ。私にはあなたと同じぐらいの子供がいたの。それが死んでしまったのよ。さあ、いらっしゃい。さあ、勇気を出して、こっちへいらっしゃい。まあ、泳ぎはあまり上手じゃないみたいね。水が怖いみたい。よく教育しなくちゃ。でも大丈夫よ、イルカさん。私が立派に育てますからね。僕も時々様子を見に来なくちゃ。猫の子は抱っこのお母さんに育てられることになったの。こうして猫の子はラッコの子として暮らすことになったのです。
君、泳ぐの上手くなったね。心配ないよ、クジラのおじさんだ。こんにちは、おじさん。こんにちは。見慣れない友達がいるね。私には猫の子のように見えるが。君は猫の子なのか？でも今はラッコだよ。そのようだね。じゃがな、気をつけてな。近頃この海にもおかしなものがうろうろするようになったから。じゃあ行こうか。あれはクジラじゃない。じゃ何？わからないな。船だ。わからないよ。なんだろう。わからない。母さんだ。ご飯の時間よ。さあ、早く帰りましょう。はい。じゃあまた遊ぼう。今度は仲間をたくさん紹介するからね。やあ、元気かい？こんにちは、イルカさん。
君もすっかり泳ぎ上手くなったろ。そこでなんだけど、今日は広い海をずっと一回りしてみようと思うんだ。へえ、僕はそんなに遠くまで行ったことないよ。仲間と一緒に泳ぐのはとっても楽しいよ。行ってみたい。ねえ、母さん、いいでしょ。あんまり遅くならないようにね。近頃変わったこともあるみたいだから。うん、さあ、行こう。泳ぎがうまいな。嫌なことが起きたみたいだ。早く逃げよう。じゃあ僕は母さんのところへ帰るよ。そうか。じゃあ危ないから気をつけてな。僕は仲間と一緒に行くよ。じゃあ待てね。君の手